私はプッチニトスカを吹いて、軽やかさとでも音色の持っているまろやかさっていうのが特徴ですごくいい部分かなというふうに感じました。プッチニトスカは僕も結構使う機会が多いんですけれども、やっぱり、まあ、ニックのマウスピース全体を通してそうなのですが、息を思いっきり吹き込んでもまず、まあ、割れないというかこう音が尖らないという特徴がありまして、その中でも特にプッチーニトスカは息がすごく入りやすくて、それでいってマイルドな音が出るというところから、こう思い切った表現をつけていても音色が崩れることもないし、音色もいいんだけれども、息を使えるからこう退屈な表現にならないというすごく、理想的なマウスピースだなと感じています。私も今よく使ってるんですけれども、まず音の質量がものすごくこうしっかりしているので、近くで自分の音をこう聞きながらこう思い切り吹いた時にもそれをしっかりこう支えて応えてくれるっていう感覚があって、その吹奏感と出る音色のその質量の太さのバランスがすごく好きで今使っているんですね。まあ、あとは発音のバランスっていうのも軽すぎずかといってこう重いというわけでもないので、個人的にはその発音のバランスっていうのがすごくいいっていうのも一つ利点として感じています。あともう一つ、大体のマウスピースというかクラリネットは弱奏の時に音程がものすごくこう上がりやすかったりとか、あとは音域によってやっぱりちょっとこうクラリネットの音程感がこうなんていうんですかね、バランスが難しくなってしまうところっていうのがあるんですけれども、そういう部分が大きな振れ幅があまりなくてですね、そこら辺の音程を作るっていう部分においてもすごく助けられているなっていう感じがしています。僕もその最後のまず同意見で、音程のコントロールというのがすごくしやすいマウスピースで、よく音が良くなるマウスピースで音程が下がりすぎてしまう、低くなる傾向のものっていうのが多いんですが、このノモスというのは音もいいけれども音程がまずすごくいい、いい風にコントロールできるっていうところがすごく魅力的なこと、そして、音がすごくまとまるというので、音がもうまとまってしょうがないという感じなんですが、ちょっと音が散らかっちゃうなとかやかましいなっていう風に感じる人なんかにはもう絶対におすすめできるようなマウスピースですし、でパワフルな面も吹き込めるのですごいパワフルに演奏することもできるのですが、やっぱり弱いピアニッシモとか弱奏で何か例えばオーケストラの中でソロを吹かなきゃいけないとか吹奏楽の中でソロを吹かなきゃいけないという時に、自分の音が痩せないので、すごくこうピアニッシモの中でも安心して表現できるというのが本当にこのノモスも僕よく使うのですが、すごく助けられている、そういう面で助けられたマウスピースだなと思っています。私はヴェルディ・トラビアータは現場で演奏したりとかっていう風にはしたことがないんですけれども、今日いろいろ試奏してみて、まず吹奏感の
何ですかね、息の通りの良さっていうのをすごく感じて、で先ほど紹介していたプッチーニトスカとかノモス B2 っていうのは割とまろやかな音を持っている性質があるかなというふうに思ってるんですけれども、それと比べてこのヴェルディ・トラビアータは音の明るさも持っていて、その息の通りの良さっていうのもあるので、あの演奏していて心地がいいなっていうふうに思いました。はい、本当にそうだと思うんですが、やっぱりヴェルディ・トラビアータは、音がいいマウスピースにありがちな少しこうこもってしまったりとか、こうちょっと遠くで聞こえにくくなるんじゃないかというようなところがの不安がすごく払拭されるような、伸びのある音が出せるようなマウスピースだなという印象があって、でちょっと今までの印象では、音程がコントロールが難しいのかなって思っていたのですが、今日選定してみたらなんか変わったのか何なのかわからないんですが、ほぼ全てのマウスピース問題なく音程がコントロールできるような状態で、ちょっと印象が変わったなというのが正直なところがあって、やっぱりそれで音が遠くに抜ける、できらびやかな音で、そして表現がなのでこうなんていうんですかね、こう自在にコントロール、色の変化などがつけやすい感じがあって、それでいてニックの音の良さ、まとまりの良さがあるという、やっぱりそれも素晴らしいマウスピースだなと思ったので購入させていただくことにしました。